みな、三番隊隊長就任の件は聞いているな。誰が三番隊隊長かなんてどうでもいいわ。副長、せめて誰が敵なのか名前ぐらい情報はないんでっか。副長黙れ。そんなアホな話があるかい。残念じゃ、殺しとはないんやけどな。収録お疲れ様でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。8年ぶりに叫びました、叫びました、うなりました。龍が如く維新って、実は龍が如く前回出ていただいたゼロの1個前だった、作品的に。あ、そうなんですか。龍が如くゼロとかはその後出てった作品だったんで、はいはい、あの龍が如く維新には龍が如くゼロのキャラクターは出てないんですよ。うん、なるほど。したらファンの人とかから、うん、龍が如くゼロにご出演されてた方々に出てほしいという思いがあって、うん、出ていただいたんですけれど、なるほど、はい、それでまた8年ぶりみたいな。あ、でも8年前と比べてかなり本当にスリムになられてます、ね、そうです。あの頃で12キロぐらい落としてるんですよ。だからもう一回出るとしたら撮り直したいって。シャープなちょっと若々しいちょっと肉体でこうまたこう映像を撮ってほしいなっていう。あの映像、そう、その方が映像、あ、その映像と違うっつね。多分実写の映画とかでもご自分がやってるやつに当てたりするんですよね。あ、しますします。当て感がものすごいというか。あ、確かに、あの、うん、アニメの映画なんかでも、まあ、声だけとかやったりとか、まあ、そういうのはやっぱ結構いい年なんで、やっぱやってきたの経験として。今回で言うとその武田観流斎って役、前姿俊さんがやられてる、その姿さんと同じ間じゃないのにちゃんと口は合うみたいな当て感が、多分天才的なんだろうなと思って見てたんですけど、やっぱ得意、得意っていうか得意だと思います。俺は結構あの、あと、あ、方言とかも結構他の方では得意な方だと思う。あの、結構耳がいいってすごく言われるんで。あ、でも そういう感じの、本当耳が多分すごくいいんだろう。だ、俺関西の人間でもないし、俺九州の人間なんだけど、一回聞くと関西弁も結構音を覚えちゃうところがあるんで。武田観流斎っていうあの役自体はちょっと、はい、龍が如く維新の世界だとちょっと多分史実とかよりは独特な描き方をしてて、なんか癖のある人物というか。確かに俺癖のある役のがまあまあ実際多いし、自分が好きなんで、やっぱりそういう風な組み立て芝居のをやってるうちにどん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 逆に言うとそっちの仕事が増えていったというキャラクターが、いや、なんか似合うっていうか、うまくハマっていただけるんじゃないかなと思ってオファーしたんですけれど、演じててなんか違和感ないというか面白かったです。そうですね、嫌味な役とかなんかすぐなんか追求するのは俺好きなんで、芝居とかそういうので普段はめっちゃいい人なんだけど、もうキャラクター、役のキャラクターではもう人がやんないような芝居を結構自分で作ってやってきたんで、こういうキャラがバッチリかなっていう。ここの会社、まあ、セガに今まで来客された方の中で多分最も癖のある登場の仕方はしてると思うんですけど。ああ、そうですか。いや、もう今日朝かっこよかったですよ。オープンカーでドカーッつって。あ、俺自身が、はい、あの武田観流斎じゃなくて、なくてそうだから、いや、すげえ似合ってんなと思って。あ、で、新選組のカラーがまた水色じゃないですか。あ、そっか。で、お車も水色 で、今日着てらっしゃる服も水色で、はい、合わせて着てくれてんのかなって。あ、全然そうじゃないね。たまたま狙ってないですよね。今作楽しみにしてるファンの方たちいると思うんですけれど、なんかあのメッセージというか、阿波野がちょんまげで暴れまくりますんで、皆さん楽しみにしてください。発売はですね、明日です。違うか。これいつ出すのか知らないけどさ、発売もうじきだよ。待ててよ、よろしく。俺その頃死んでるけど。竹内力でした。